さあ両チームの選手がピッチに入場してきました。現在15位のヴィッセル神戸、一方4位の柏レイソルです。スローイン三丸が入れました。横に入れてどっちが戻します。シュートを放ちました。マテウス・サビオのシュートです。縦に入れました。ここを狙って、さあチャンスになる。マテウス・サビオパスから小山津、小山津もう一度折り返して、マテウス・サビオ、シーハシが触ってシュート、マテウス・サビオ、こぼれ球、シーハシシュート、先制、細谷リフレクションで入りました。柏レイソル、最後は細谷、このいい守備からですね、はい、ボールを運んで小山津に、小山津からの折り返しですね。まあ、ここよく見てましたね、でセカンドボール、最終的には細谷がボールを受けてゴールキーパーのニアサイドをしっかり狙って抜きましたね。いや、よく神戸の方も粘って守備したんですけれども、最後のところは、まあ、いいところにボールがこぼれてきましたし、まあ、これも細谷も落ち着いてニアサイド狙ってシュートを入れましたね。右足で入れました。ヘディング後ろから酒井、酒井が狙った、ループで狙いました。酒井豪徳、左足、これも背後に入れたボールのセカンドボールを、あの小田が拾いに行って、そこからの最後攻撃でしたね。酒井、さあ前で反応がある、横パス、酒井、小林、ミドルレンジ打ってきました。6年ぶりの J1 復帰です。さあそしてコーナーキックのチャンス、初戦インスイングで入れてきました。こぼれ球のシュート、佐々木、枠にはゴールキーパーのところにかなり人を入れて、まあ、ゾーンで守ってますからね、はい、ゾーンを全体下げさせておいて、その少し後ろのスペースでシュートに行きましたね。いや、かなり際どいところだったんですね。新戦力の小林勇気入れてきて、ヘディング、わずかに右だ、大迫。アンジェロッティ、ここで笛、0-1、柏レイソル3連勝。代表プレーヤー、ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like, subscribe, get push notifications. Like, subscribe, push notifications.